世界一大きな万華鏡でフォトジェニックな写真を撮ろう。今回は愛知県西尾市三河工芸ガラス美術館にやってきました。なんと入り口前ではシュールなキャラクターが出迎えてくれて、大人720円で映えな美術館で写真を撮りまくれます。本当にいろんなアートがあって見てて飽きないし、何よりも全部ガラスでできていてマジで可愛すぎました。そしてこのガラス美術館名物、ギネスブックにも登録された世界で一番大きな万華鏡を作った映え写真がこちら。この写真どうやって撮るんだろうっていうとか、どこで撮ったのっていうぐらいの写真がもう何度でも撮れるんで、個人的にめっちゃやみつきになってしまいました。めっちゃ綺麗な写真だよね。そして面白い万華鏡もたくさんあって、これ見てハートの万華鏡でなんかこれ癖になりません俺だけかな。ということでめっちゃ楽しかった美術館でした。ぜひみんなも行ってみてね。